ぱいあるね。これ昆布茶ビネガーで、フルーツジュース昆布茶。何それ。でも全部昆布茶。これはフルーツジュースとラブを混ぜたら出来上がったらしくて。ラブ混ぜる。ラブ混ぜるんだって。かわいい。確かにこれかな。これはお湯と砂糖とラブを入れたらじゃあすぐこれにしよう、うん、マンゴーブラックティー。これはリラックスする時とか。大好き、うん、赤いの初めて見た。かわいい。かわいい。チェリーハニーだって。あ、かわいい。これしよう、うん、これ良かった気がする。砂糖加炭のイミニュエーションを高めるやつで、でもこれもすごくいい。これ DHA と EPA とあれが入ってるもん。オメガ3も入ってるし、私も飲む。じゃあこれにしよう。しかも安売りしてるね。かわいい種類いっぱいある。かわいいローカルのやつで、漢字が書いてくって書いてどうしよう。バーミント昆布茶。いいね。オッケー。完璧。フラッシュに来ました。要はあの当たっちゃったものに関して体内で、うん、要はシミとかシワを作らないように体内で調整する。これ欲しい。欲しいです。ね、それは限定のパッケージの要はトラベル用みたいな、うんうんうん、でこっちがあれなんだっけ、1ヶ月用、うんうん、そんな感じです。これとあと髪のあこれクリーム。オイル、赤いやつに見える。オイルですね。濃いんですね。なので毎日する必要がないように、うん、これは、うん、でちょっとツヤがこっちより多い。うん、でこれはもう3日に1回とか、そんな感じで。なるほど。こんな感じかな。でこれはちょっとオーシーズンのホテルの商品作ってから全部なんかナチュラル。そうなんだ。ちょっとツヤが出たいなっていう時はちょっと行ったりするとか、うん、あ、いいつや、うん、結構混ぜて使ってる人もいるけど、うん、あのなんか毎日やりたくないっていう程度しよう。今日はセフォラで買ったアイテムを紹介します。セフォラはニューヨークとかロスとか行った時は特にチェックしないんですけど、ワイキキのセフォラって23時までやってるんですね。だから夜ご飯みんなで食べた後、まあ、7時から夜ご飯でしょ、で9時ぐらいに終わって、その後23時まで2時間ぐらいもうずっとお店に行って、その時間から行くっていうのが結構多いです。雑誌の撮影で来るからメイクさんと行ったりして、あ、このコスメ日本にないから可愛いねとか、メイクさんとワイワイ話しながらお買い物してます。日本だとデパートが最近特に混んでるからあんまり行くことがなくて、でセフォラっていろんなブランドがあってそれを一気にカゴに入れてお買い物できるから、そこがすごい好きで、今回は海外のコスメを紹介します。意外とこんな色全然つけれないなと思った色が意外と肌に馴染んだりするので、みんなもぜひ挑戦してほしいなと思います。じゃーん、フーダビューティーのアイシャドウパレットです。これはメイクさんが使っていて気になったので私も買っちゃいました。
かわいいパッケージ。あ、かわいい。じゃん。かわいい。これは何色パレットあったんですけど、うん、ピンク？ピンクって言っても使いづらいピンクじゃなくて、オレンジがかったピンクとか、あとこのなんだろう、このすごい粒子の粗いラメ。これか。これがすごく可愛いなと思いました。ヌードカラーが揃ってて、でちょっと他にないようなこのパープル色とか可愛いなと思って買いました。でもピンクって言ってもちょっと肌に馴染むようなヌード系のピンクなので使いやすいと思います。うん、ちょっと赤みのあるグロー、ローラーグローだからローラーがついてる。そして同じカジャーっていうブランドのリップ、ハートなの。ハートになる。これはネイルズインクって日本でもすごく人気の、ネイルのブランドなんですけど、内側のネオンカラー、これピンクのネオンカラーが夏に、足の爪とかに塗ったらすごく映えて可愛いんじゃないかなと思いました。こっちのちょっとシャイニーなオレンジはもう一度塗りでさらっと塗ってちょっと色がついてる、キラキラしてるよみたいなくらいが可愛いと思います。これ買いました、インクレディブル。これ多分ネイルズインクのブランドだと思います。これ何がすごいって日本には絶対ないネオンカラーなんですよ。ほら、すごいでしょ。かわいい。これ塗ったら多分すごいことになると思う。いつ使うんだっていう話なんですけど、これは何かあった時、イベントとか何のイベントだ、あと友達にすごいかっこいいドラッグクイーンのメイクをする子がいるから、その子にお土産にしようかなと思って何本か買いました。続いてはじゃーん、2つ買った。これはアナスタシアビバリヒルズっていうブランドで、日本でもとっても人気だと思うんですけど、私が好きな理由はアイブロウのアイテムがすごく充実していて、これはですね、アイブロウマスカラかな、2本買っちゃったんだけど、リップブロウジェル眉マスカラなんですけど、ね、結構ジェルだから結構一本一本繊細につくと思う。眉毛を立たせながら描いていきます。なのでこういうジェルっていうのはすごく使いやすいです。こういうダークな色ってあんまりなくて、昔私なあまりにもないからマスカラでこうやって黒、真っ黒のマスカラで描いてたかも。トム・フォードのアイシャドウがすごいっていうのはもうみんな知ってると思うんですけど、で買ったカラーはプリティベイビー25番。これはなんでかっていうと、
ちょっとピンク味のあるブラウンのパレットで、このくすみパープルがすごく可愛いんですよ。ちょっと先にこんな感じ、ちょっとくすんでるのカラーが。パープルとかって難しそうだけど、これなら取り入れられそうな感じ。これはデイリーに使えそうだなと思って買いました。こんな感じで海外でもこうやってたくさんお買い物をして試しているので、みんなにまたおすすめがあったら紹介します。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。